はい、トントンです。早速ハワイ買い付け行きます。こちらです。まず、大目玉のこちら、もうご存知ですね。ホノルル、ハワイのですね、ウクレレ職人といえば、数ある、職人の中でも、もうトップクラスに、君臨するでございましょう。チャーリー福馬さんこと、チャーリー福馬さんこと、EB ウクレレでございますね。こちら EB ウクレレっていう何だろうっていう、 EB っていう鳥ですね、ハワイのね。それを、モチーフにしているということで、可愛らしいインレイが、EB が入っているような形のウクレレですね。こちらね、今回いろいろありまして、説明していきますけど、木目も非常に綺麗でございますね。画像で見えるかな、トラ目がすごいんですね。バーッと入っていて、彼独自の、サウンドホールですね。そして、フィンガーボードもしっかりと、アバロンが入っているような状態でございます。そして、2弦までは、通常のナイロン弦ですね。これマーチンストリングって言ってるかな。でこちらの3弦4弦今、鉄弦なんですけど、これトマスティック弦が、彼のおすすめだということで、実際もらってきた、トマスティック弦を貼っているような状態です。そしてサイドバックですね。こんな感じになっていて、トラメがとても綺麗なコンディションですね。はい、とっても綺麗な、ハワイアンコアブワーッと入ってますね。そしてネックがこんな感じのマホガニで、こちら UPT が、ついています。こちら最新のペグですね。で、一度ね、他のペグを、はめてたんです、もともと。それを穴を埋め直して、もちろんEB の方でですよ、埋め直して新たに UPT のペグを付け替えたので、ちょっとここに跡があるんですね。もちろんこれ全部、直して穴埋めをした状態のセットアップになっている、後藤 UPT なので全く問題ございませんね。表は一切その穴に関しては同じような位置を使っているので、そんなにでかい打痕等とかはないのでご心配なくということで、何がいいかっていうと、やはりこれですね、国内でも在庫として持っている店舗さんいると思うんですけど、やはり新品価格でいうとですね、どうしても40万円、ちょっといくような、お値段のプライスになってきている大変貴重な楽器なんですね。で今回ですね、実はうちもオーダーをしているんですよ。ただ皆さんご存知かどうかわからないですけど、サイテスっていうような世界的な財のですね、条約が、今年2017年から発令になりまして、そこの問題でちょっと新品の納期が遅れてしまってるんですね、実は。でそこの部分を考えで踏まえてですね、私の方が今回、ハワイに行きますよということで、ぜひ会いに行きたいよということで言ったらですね、なんとですね、2012年製モデルなんです、こちら。で彼自身が持っていたプライベートストックというよりも、こちらのウクレレが彼のウクレレだよということで、ディーラーさんたちが来るときに見せていた一本なんですね。ですので若干の細かな傷っていうのはあるんです。ただほぼ新品状態としても問題ないかなっていうぐらいの品質です。引き傷とかは少しあります、もちろん皆さんがテストで使ったんですけど、要するにプロモーションとして使っている一本ですので、かなり音が鳴るんですね。ちょっと弾きましょうか。
なって、ちょうどなり始めた頃の、印象を受ける箱の個体なんですよね。本来であればもちろん販売ということはあまりせずにですね、こちらのモデルは、EB ウクレレの方で所有していたい1本だということも私聞いてるんですね。だがしかし納期が遅れてしまって申し訳ないということとですね、私の熱いハートが伝わったんでしょうね、気持ちよく譲っていただけましたということで、長年、大切に使っていただける方にのみ、ぜひ、使用していただきたいと思っているモデルでございます。こちらのモデル新品の方は先ほど言いました通り40万円ぐらいが、真ん中のプライスになっているものなんですけど、今回特別価格でですね、ちょっと使用したというような経緯とですね、そのイビーさんの、熱い心が、込められているということを、考慮した特別価格にて販売いたしますので、ぜひお買い得の一本としてはおすすめだと思います。ちなみに現在のね、ネックとか全く問題ないんですけど、現在の現行セットだと 2.5 ぐらいなんですね。こっちはそうですね、 2.5 ぐらいを基準として作っているので、まあ今の状態で十分かなと思うんですけど、とってもテンションも柔らかいしちょうどいい張りですね。ぜひお早めのお問い合わせをお待ちしております。それでは EB のですね、2012年製、こちらの、オールコアウクレレですね、販売いたしますので、ぜひ、お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。バイバイ。